方、しばらくもお釣りできないかもしれないからね。あ、いいじゃんいいじゃん、近くに。私ね、あそこの縁が好きなんだよね。でね、まだ魚いないかもしれないから、放流してもらわないと多分釣れないと思うよ。この辺ね、鵜がいっぱいいるからなかなか難しいんですよ。あ、いるいる、泳いでますね。だったら釣れるわ。魚が何匹かいますから、で、あそこも面白そうでしょ。で、そこに溜まってるでしょ。ということで、ここで今日はやってみたいと思います。スケッチラーニング、インジケーター2点釣り、上がフォーム材のやつです。反応見てみましょうね。すぐそこにいますからね。追ってきてる。ほら、ちゃんと食った。いや、そこまでこれ。はい、1尾目。素直ですね。あ、取れた取れた。バイバイ。1尾目。なんか寄ってきてるなって感じでしたよね。なんか反応は示したね。今日はちょっと大きめのも話してくれる。さあ、魚がストックされたんだからね、あとはね、食わせることができるかどうかだよね。あ、でかいの入ったじゃん。割とでかいのが。はい、どうも。あ、今のは当たりだったんだね、実はね。フライを変えてみます。やっと来た。強烈に引っ張っててくれて、ありがとう。グッドリアクション。はい、ありがとうよ。バイバイ。自分で書いて。
微妙ですよね、これも。常にテンションを保たなきゃいけない、この小さな魚で。はい、ナンバーフォー。バイバイ。今度はこの赤キジね。で、やっぱり一番釣りやすい釣り方ってこの方向から、要は手前に速い流れがあるから、手前の速い流れの影響をなるだけ避けて流れに入れてあげる。で、あっちの深場にいるので、あっちの深場を狙うね。こっちでもいいんだけどね。流してくる分には。お、プンって言ったよね。ちょっと遅かったかもしれないです。だからここ枝があるので、それを避けなきゃいけないんだよね。で、これで、沈んでいくじゃん、徐々に。よし、来た。反応バッチリ。チーですね。チービがもう寄ってくるから。よいしょ。その釣り方で結構もう、あそこにいっぱいこう潜んでる。いいのよ。リフライが落ちてきます、魚が寄ってきます。当たりが来ない。チビだから寄せるのが大変。よしよし、よいしょ。来ませんね。行くだけ行かしてみようか。ダメっぽいね。じゃあリトリーブします。荒らさないようにゆっくり。うん、じゃあれついてきて。よっぽど飯、あのお腹ついてたのね。結構でかいよこれはね。今日の中ではいいサイズですね。一応サービス放流してくれたんで、いいんじゃないですかこれ。まあまあサイズ、多分ね今日ベストだと思うよ。さあ後半戦行ってみようか。あと2時間はどう楽しむか考えるか。で、ちょっとずつで登りながら、ポイントポイントを探りながら行く。普通のようにしようか。よいしょ。
番上やりたいんだよね。これきついっしょ、この風じゃ。フライには特に無理でしょ、これ。キャスティングできないもん、ほら。風を味方にって言って、これは無理よ。根性、それでも釣る。ああ、もう。よっしゃよっしゃ。ナンバーセブンティーン。よっしゃ。このフライに、ならだいけると思ってた。やってみたかっただけよ。多分ね、魚いないと思う。そうね、やってみればわかんないもんね。おっと、でかくはなかったけど来た。すごい、えらいえらい、嬉しい。これ嬉しいよね。な、売り場だ売り場だ。もう行っちゃった。ありがとう、18。ということでですね、今日は一応何かと夏釣り場まで来たわけですけども、結構ねちょびちょびね魚は入ってるんですよ。だからどこでも釣れますね。あ、いい一日でした。おしまいにしましょう。99でしたっけ。